どうもゆみっちょです。以前から気になっていた千切り用のピーラーをピエールに買ってもらいました。今回はこの文明の利器を使って根菜サラダを作ってみたいと思います。今回の材料はごぼうとレンコンと人参なんですが、ごぼうとレンコンからはアクが出ます。なので最初に酢水を作っておきましょう。ボウルにお水 500cc ぐらいと、あとお酢を小さじ1ぐらい入れておきましょうか。洗って皮を剥いたごぼうですね、これを5センチぐらいの長さに切ります。そしてこの酢水に千切りしながら入れていきましょう。本当にうまくいくかな。おお、うまくいく、うまくいく。さて、切り終わりました。こんな感じですね、結構な量になっちゃった。これを5分ぐらいアク抜きします。で、その間にこのレンコンなんですけれども、皮を剥いて薄くいちょう切りにしたいと思います。レンコンなんで全然あんまり繊細さが得意じゃないんです。根っこは原始人なんです。さて、レンコンもちょっとアクが出るんで、ごぼうほどじゃないけど水にさらしておきます。で、次は人参ですね。人参もこいつで切っていきましょう。さあ、こんな感じで千切りにしていきたいと思います。なんとか人参もこうやって千切りできました。で、見てくださいこれ、切っちゃって。文明の利器って難しいですね。で、今奥のフライパンでお湯を沸かしています。で、お湯が沸いたらこの切った根菜類を1分茹でたいと思います。で、お湯が沸いてきましたね。そしたらこれつけます。スリンクインって買ったこの鍋の縁につけると水切りできるやつです。で、この根菜類を一気に入れます。で、1分です。よし、1分経ちました。そしたらこれをですね、このままじゃーっと、本当にこのぐらい傾けても全然具材が落ちないからいいね。ではここにですね、粉チーズを大さじ1ぐらい、このぐらい混ぜておきます。で、白ごまをこれも大さじ1ぐらいでいいかな、パラパラっと入れて、で、混ぜておきます。そしたらこう端っこの方に根菜類をよけといて、隠し味に味噌を少々入れます。で、マヨネーズを、大さじ5ぐらいいこうかな。よし、このぐらい。で、この味噌とマヨネーズをこう端っこで混ぜて、で、全体にこう味噌が混じったなと思ったら、こう全体にマヨネーズを絡ませます。もうこれで出来上がり。あ、いい感じでしょ、これ。これでごぼうとレンコンのサラダの出来上がりです。人参も入ってるけどね、根菜サラダですね。こんな感じです。できました。ではこれをピエールが帰ってきたら食べさせることにしましょう。で、毒味のコーナーです。かなり久しぶりだな。かなり久しぶり、間違いないでしょう。じゃあいっちゃってください。うん、美味しいでしょ。うまーい。あ、よかったよかった。ハンバーグ、
スバーグじゃないハンバーグじゃねえよ。ちょっと味噌を隠し味に入れることで、あ、そうなんだ、コクと風味がアップします。ピーがあれば結構簡単に作れるんで、皆さんも試してみてください。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。